どうも、なりたです。今回は久しぶりに料理に挑戦したいと思います。で、今日は隣に姉貴がいるんですけれども、まあ、たまには料理でも振る舞おうかなと思いまして、まあ、今日はオムライスを作っていきたいと思います。カメ無駄遣いすなよ。じゃあ早速まずウインナーから切っていきたいと思います。サポートのテスト。うわ、姉貴センスね。ちゃうエッセンちゃうやん。何それ、なんてやつ。フォーク知らな。これまず何で切るかですよ。まあ、僕はミスターキューなんで包丁でいきましょう。これいけんな、多分意外といけるかなと思ったけど、ミスターキューの、あ、硬いは無理だ。包丁危ないからやめましょう。スプーンでいきましょう。スプーン、これウインナーもう切らないでいく。ウインナー、あ、無理やん。いいの、ゴロゴロ丸ゴロでいく。ゴロゴロ丸ゴロのオムライスでいく。それもおもろいか。それいいか。じゃあウインナーはこのままいきます。あ、じゃあいつもの恒例の卵割りに挑戦していきたいと思います。まあ僕はね、2回とも成功してるんで、3回目もパッチし余裕だと思うんで、ふわとろがいいっしょ。2つうるさいなぁ。あ、いやでも、はい、生まれる、映ってる。あー、見て見て見て。あ、カラーオンザピーポー。辛い？辛い。え、なんで。2個目いきます。おい、こんな感じいいかな。もうちゃんと混ぜて。え？お前、泡立つようにさ。食ったら一緒やんけ、お前。やだやだ。ちょ、さ、今日さ、一個だけ文句言っていい？ちょ、怒らないで。来た瞬間にさ、なんかもう、めんどくさみたいな感じ来るのやめて。え、それ逆だから。え？純のそのさ、なんかめんどくさ、態度が出すぎてて、違う違う違う。気使うね。違う違う違う。今日さ、道路工事でさ、ちょっとイライラしてたやん。それはしょうがないやん。でもさ、こう、いや、案内の人に聞けば行けるよってさ、教え、もう経験からさ、してさ、ね、教えてるのにさ、全然言うこと聞かずにさ、独断でなんかやってさ、もうやだ、裏に止めんのとかで文句言ってくるやん。で、なんか聞けや、ええやつで、うん。これでいいでしょ。でも、ちゃん、もっと泡立つように。そう、何作んねん、それ泡立つって、お前。え、卵を大体溶くとき泡立たせるでしょ。立たせんわ。空気をこう含ませてさ。お前、そんな、あ、でも、障害があるからとかさ、うん、言い訳しちゃダメだよ。そう、そうだよ。でも、疲れたらもういい。食べてくれるんでいいでしょ。食べるけど、ちょっとさ、愛情込めて。愛情は込めてる。だって見て、現れてるやん。全然現れてる。やっぱ文句言われたやん。聞いてー、今ずっと録画できてると思ったら、できてええやんけ。なあ、携帯の方でしか撮れてへんやんけ、お前。どうすんねん、お前、これ、お前。もう何、みんな気づいたらケチャップライスできてますやんけ、お前。お前よ、頑張ってるとこ全部映ってへんやんけ、お前、おい。でもいいじゃん。逆に、弱音とか出てないよ。それが味なんよ。いい強い、いい強い。3で、3で。2でいいな、卵だから。卵投入します。こっちだった。ね、それは申し訳なかった。見て、ふわとろになるため怖いねん。てか料理するならちゃんと下調べして。え？下調べして。食べるからいいよ。どんな姿になっても食べてくれるよ。ちょ、カメラに宣言して、どんな姿になっても食べてくれますか。食べます。ちょっと嫌そうだな。味は一流だから、ここで俺の本当の器用さっていうのを発揮するから、ちゃんと取っといてよ。料理名決めた、山田アップルじゃない。 OK、 持たないよ、卵いっぱい残ってる。完成しました。料理名は、うん、オムライス、
じゃないよ、お姉ちゃんに向けた愛の卵ご飯。じゃあ実食、一回休憩しようか。じゃあいざ実食。ちょっと素直に感想ちょうだい。まあまあ見てやるともらった通り、もうウインナーゴロゴロだし、スクランブルエッグだし、ね、あ、オムライスじゃないこれは、混ぜご飯。だから料理としては成立してんの。オムライスってタイトル入れなければ大丈夫。確かに。うん、じゃあ食べて。食べろ。おい、好きなとこばっか行くな。いただきまーす。そうそれ。ちょっとちっちゃ。薄い。ケチャップ混ぜるいけない。え？おいしい。あ、おいしい？そんな声出してた。おいしい。うん。おいしい。おいしい。ねえ。俺から見たらまずそうだけど、食ってる人がいるんだよ。殻見つけたり言って、さっきこっそり撮ってましたけど、ウインナー美味しい。それウインナー美味しいと思う。もうウインナーの素材舐めんな。今日お姉ちゃんに手紙書いてきた。なんか適当にアメリカからかもしれない。全然いいと思う。今日はね、日頃の思いを、お姉ちゃんへの思いを手紙に書いてきたんで、それ読みたいと思います。いいですか、心の準備は。いいですか、真剣だから。真剣に。愛系お姉様。まあ、僕とお姉ちゃんの付き合いはもう早25年になりますけれども。まあ、これまでいろんなことがありましたね。思い出すと。まあ、両親が離婚して、兄弟3人と母親で、おばあちゃん家に来て、いう。まあ、当時はね、お姉ちゃんは小学校2年生で、新しい環境に飛び込むっていう、そういう不安とかもあったと思います。お姉ちゃんもいろいろあったと聞いた時には、びっくりしました、正直。全然知らなかったことが裏であったんだなっていうのと。その反面、その人たちと僕は普通に接してたことに、なんか、すごい葛藤がありました。怒りもあり。くりもありという。まあでも、そんなことも表に出さず、これまで僕らのお姉ちゃんでいてくれて、すごい強いお姉ちゃんなんだな、と思いました。でまあ僕は紹介を追って、お母さんいない中、長女として、いろいろ、入院費のことだったり、いろいろ請求のこととか、やってくれてたと思います。でまあそんな、すごい辛い思いをさせてしまった分、僕はね、これから恩返しをしていけたらなと思っています。iPad 買ってと言われたけど、そういうあの物乞いはやめてください。はい、僕がしたい時にするんで、はい、待ててください。で、あの iPad は妹がね、編集手伝ってくれるって言ったから、そう、あの妹が大好きだからあげるってわけではありません。お前は勘違いないように、二人とも大好きです。ただお姉ちゃんはということで、そうですね、そういう感じです。なんで、まあ、僕はこれから、まあ、事務所にも入って、より一層、今年は飛躍できる年になれたら、いいなと思って、カメラがなってるんで、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、今の手紙はアドリブでした。ということで、今日は料理動画しましたけども、もうやりません。まあでも、もうまたやってよって言われたらやりますけれども、自分からやろうとは思いません。じゃあ、今回はこれ。美味しく、星、最後いくつですか今日の。星3。何個中?5。普通ということで、まあ、っていう、いいでしょう。2よりはマシなんで。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ、せーのね。グーを突き合わせ、せーの、親友で。最近決めたんで。早くカメラが。せーの。See you! OK!